スティーブン・パトリック・ガービーことスティーブ・ガービーはアメリカ合衆国フロリダ州タンパ出身の元野球選手178センチメートルとメジャーリーガーの中では小柄ながら匠守るコーダの一類一種として活躍した現在は南カリフォルニアで実業家として活躍中ドジャース時代のガービーのバッティング1968年の MLB ドラフト一巡目で ロサンゼルスドジャースに指名され契約。1969年9月1日の対、ニューヨークメッツ戦で、7回裏にレイ・ラムへの代打として、出場して、MLB デビューを果たすが、ジャック・ディラウロの前に三振を喫した、同年9月10日の対ヒューストン・アストロズ戦の8回表に、アラン・フォスターへの代打として出場し、デニー・レイ・マスターから、MLB 初安打をマークした。 1974年には打率31221本類が111打点の活躍でチームのワールドシリーズ進出に貢献しナリーグ MVP に選ばれたこの年から1977年まで4年連続してゴールドグラブ賞を受賞遠征には複数のミッドを持ち乾燥した地域ではこのミッド、小雨の試合ではこのミッドというように使い分けていた二類種 デイビー・ロープス、三塁手、ロンセイ、遊撃手ビル・ラッセルと共に、8年間不動の内野人を築く。1978年は、MLB オールスターゲームで MVP を獲得。同年のナリーグチャンピオンシップシリーズで4本塁打を、うち、このシリーズの MVP に選ばれる。人間的にも優れ、ボランティアや、奉仕活動に貢献した選手に贈られる。 ロベルト・クレメンテ賞も1981年に受賞している。この年にはキャリア唯一のワールドシリーズ優勝に輝いた。1983年にサンディエゴ・パドレスに移籍。1984年にはチームが地区優勝を果たし、シカゴ・カブストのチャンピオンシップシリーズに出場。一勝二敗と後のない状態で迎えた第四戦で、リー・スミスからサヨナラ2ランホームランを打ち、 2勝2敗のタイに戻す。パドレスは翌日の第5戦にも勝ってチーム史上初のワールドシリーズに進出。ガービーは自己2度目のリーグチャンピオンシップシリーズ MVP に選ばれた。ワールドシリーズはデトロイトタイガースに敗れたが、この年にはルー・ケーリック賞にも選ばれた次第に忍び寄る。衰えには勝てず、1986年には打率。255に終わり。 ジョン・クルックの成長もあって1987年5月23日の出場を最後に現役を引退。不審のガービーをラインナップから外す際に、当時監督のラリー・ボーアは、私の野球人生で最も辛い決断とコメントした。ドジャース時代の1975年9月3日から、パドレス時代の1983年7月29日にかけて、 1207試合連続出場を果たす。これは当時メジャー史上第3位であった。ガービーのパドレス在籍時の背番号6、サンディエゴパドレスの永久欠番に1988年指定。背番号はドジャース、パドレスを通じて6をつけており、最後のシーズンを迎えたパドレスで引退の翌1988年4月16日にガービー、 の在籍時の背番号6はパドレス初の永久欠番に指定された。引退後はガービーコミュニケーションズという情報コマーシャル会社を設立。2011年の MLB ドラフトで息子のライアンがフィラデルフィアフィリーズから15巡目で指名された。ありがとうございます。